立山峰上門、立山峰上門、立山峰門。1877年8月15日から1941年4月3日は、石川県根郷里木作村、現、富山県富山市暮葉町、木作出身の元大相撲力士。第22代横綱。本名は、老い元矢次郎。1877年に、暮葉丘陵の近く、 農業の傍ら製茶業を営む、老本知助の次男として生まれた。老本家の茶は、品評会で常に一等で、幼い頃から茶葉の手もみを手伝っていたことから帰り気がつき、これによって、針のごとく鋭い有料品を生み出し、茶の品評会では必ず優勝したという。兵役検査での優秀な成績が評判になり、 友綱が貴重な逸材として欲しがったが本人は相撲に興味がなく、実家も長男を早く失っているので、猛反対された。諦めきれない友綱は、板垣大輔や最後を継ぐ道、さらには警察署長や当時の富山県知事である金尾良言を動員して、1899年に友綱部屋へ入門させた。肩の故障や流感、格気などの影響で、 入門一年後の1900年5月場所に幕下付け出しで初土俵を踏む。四行名は地元、富山県の立山と日立山谷上門に迫れという願いを込めて板垣大助によって大山と命名された。下半身の硬さに難があることから四つ相撲には向かず、徹底して突き押しを磨いた。これが功を奏して順調に強みを増したが、その強さゆえに、 友綱一門には、立山と稽古できる力士が少ないため、友綱は日立山に、立山に稽古をつけてほしいと頼んだら、開革されたため、駒ヶ岳国時からと共に稽古をつけてもらった。その喪失付きの威力は誰も二月とは耐えられないという意味から、一月半、一月半で十五日の鉄砲と恐れられた。立山の喪失付きは、 大関時代の1九百十年六月場所三日目に、小たち吉太郎を立ち合いの一発で、さじきまで突き飛ばし、足でさじきを突き破った小たちは負傷して、翌日から休場、翌場所は全休することとなったほか、八日目には八島山平八郎が、立山の強烈な突き押しを怖がって、立山が手を出す前に、土俵から逃げ出した。立山は前に歩いたのみで、決まり手は、 にらみ出しと言われた。最初は突っ張っても日立山にうまく返されて負けていたが、全頭筆頭だった1904年5月場所に、日立山が急場した隙をついて8勝1敗の優勝相当成績を上げる。1905年5月場所には小結を飛び越して、関分け、1907年5月場所で、ついに日立山から初勝利を上げ、 八勝一敗と二度目の優勝相当成績を挙げる。駒形岳とは関取になる前から並び称されたが、大関争いとなると、立山の陣営には、横綱が、大砲、万上門梅形に藤太郎、大関も、国見山越吉新荒若目之助が存在しており、上が詰まって逆に相手陣営に、大関がいないことから先を越された。大砲、荒岩の引退によって、 1909年6月場所の両国相撲常設館旧、両国国技館の完成と共に大関に昇進する。この場所8日目怒り方に敗れるが、翌日駒ヶ岳を破ってから、1912年1月場所8日目で2大西の海に敗れるまで43連勝、4分2419を記録。 この感染9 1 0年6月場所と1911年2月場所での連覇で吉田塚酒から明治時代で最後となる横綱免許を授与された。1911年2月7日、8日両日は勝負検査役不信任問題のため休業となっていた。この敗戦後も再び白星を重ね、1913年、 一月場所1915年、一月場所1916年、一月場所と、全球が3回あるものの、日立山に対する引き分け、消費たちに対する休み、当時は、相手が休むと自らも休みになるに大朝サシオに、対する預かり、軍配は、立山だが物言いがついたを挟み、1916年、五月場所8日目で、土地、小山守屋に敗れるまで56連勝を記録した。 その栃木山戦では栃木山がうまく立って右はずで攻めたが、立山は左から栃木山の右を抱えて小手に振り、右はずで強引に割り出そうとした。これをこらえた栃木山は左も差して諸差しとなり、立山が強引に寄ろうとすると、右すくい投げで立山の体を崩し、渾身の力でそのまま寄り切った。十六連勝は引き分けや預かり、 球場を挟んだ者としては、双葉山正田寺、谷風梶之助、白宝章、同数に位、梅方に藤太郎に次ぐ、史上5位、43連勝は谷風、来電ため上門だと並んで、史上9位体にくらいおける。またこの2つの連勝の間に、西の海への一敗しかないため、この黒星がなければ、ちょうど100連勝に達していたことになる。この黒星については、 人情相撲であったことを本人が述べている。1917年1月場所の千秋楽、この場所で綱取りをかけていた、大西木宇一郎との全勝対決に敗れ、大西木の横綱昇進が決定的になった。歓喜はまった観客たちは総立ちになり、帯や羽織、座布団に加えて、灰皿や火鉢、みかんも土俵に投げ込まれ、さらに興奮のあまり土俵に登って、 逆立ちをする者や、大西樹に泣きながら飛びつく者まで現れたと伝わっており、国技館内は観客の騒ぎで前代未聞の大騒動になった。結果的にこの一戦が立山の現役最後の取り組みとなり、その後の稽古で右足を念座、また稽古をつけてもらった、日立山の弟子に敗れたことで、体の限界を感じ、1918年1月場所で引退した。 引退後は年寄り、当海を襲名して独立したが、勝負検査役選挙での落選を機に相撲界に嫌気が差し、旧国技館前にあった部屋の施設ごと弟子を三代、高砂へ譲って1919 19年に教会を廃業した。廃業後は、大相撲で巨万の富を築いたこともあり、趣味としていた富士山の絵を描きながら、悠々自適の余生を過ごした。 1937年2月には、自身の還暦を記念して、木村世平、ナルトを従えて、赤い綱を締め、講演者の主催で史上初となる、還暦土俵入りを、上野西洋圏にて披露した。1941年4月3日に死去。現在より小さい十三尺土俵、現在は十五尺だったためもあるが、全勝を五度記録するなど、突っ張りを得意とした力士としては、 その安定感が特筆される。友綱は、古今最強の力士は、幕末の人幕九五郎、そして我が立山と言ったと伝わる。後に、双葉山が、全勝八回を記録するまでは、全勝最多記録保持者だった。恐るべき怪力は4 0 0ラムの砲弾も片手で、持ち上げ振り回したり、富山で、ロシア製の5 0 0ラム弾丸を一人で運んだ。 当時の生物図鑑に、ゴリラは、立山のように強力な動物なる記述が見られるほど、大山の超人的な怪力が周知されていた。この怪力を活かし、相手を捕まえて背中から落とす、呼び戻しは、仏壇返しの異名で突っ張りと共に恐れられた。当時は日立山に代表される、がっぷり四つでしのぎ合う相撲が、前世で、 立山の瞬間で勝負をつける取り口は面白みに欠けると批判された。しかし現在では、梅日立時代と栃木山、森屋のスピード感ある近代相撲との橋渡しをした存在として、その功績は高く評価されている。その実力は相撲の領域にとどまらず、ある時の上海巡業で、インド人、レスラー集団を手玉に取ったという事実が伝わっている。 結果として第一次世界大戦を受けて、取り消しとなったものの、当時世界最強のレスラーと言われたジョージ、ハッケン・シュミットとの意思格闘技戦も内定していたという。優勝は、国技館開館後9回、それ以前にも優勝相当成績が2回ある。前述の通り大関昇進以後は無敵で、横綱時代に喫した黒星はわずか3、与えた金星は0で、勝率は、 966、84勝3敗1分1秒51、9。東京相撲の横綱としては谷風を一輪上回り、一場所しか務められなかった、勝率10割の人幕を除けば最高記録である。境界を離れたことで、歴史的評価の面では少なからず、損をしており、横綱としての純粋な強さという意味では、史上最強との呼び声も少なくない。 本場所における重量昇進以降の成績を示す。は、優勝計画成績。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。